ナンバーアンダーバーアイが出演するマクドナルドの新 TVCM、めっちゃハワイアンバーガーズ編が7月23日より放映開始された。写真、仲睦まじい姿を見せる平野昌神宮寺雄太岸雄太マクドナルドといえば、今年4月にオンエアされたチキンマックナゲット登録商標15ピースのたっぷりいこうぜ。登場編が ナンバーアンダーバーアイにとって初めて3人全員でのグループ出演を果たした CM だった。一方、今回はバーガーの CM。青空の下、日本ながらも、めっちゃハワイアンと言いたくなるバーガーをそれぞれ頬張る平野翔、神宮寺優太、岸優太の姿が印象的だ。また、今月16日からは、前回に引き続き出演する、 チキンマックナゲット登録商標15ピースの新 TVCM、たっぷりいこうぜ。海辺もオンエアされている。海辺の車内で、語尾に、たっぷり、をつけるという、たっぷりゲーム、で盛り上がる3人の明けのあいあいとした様子が映し出されている。振り返ると、グループでは5月11日から放映されているサントリー、ビアボールの CM、なんでもありだ。乾杯だ。 変にも出演、CM ソングには、ミニアルバム、ナンバーオーリング、収録の騎士によるプロデュース曲、No.Y.S. が起用された。爽快なサマーチューン、ビアボール片手にバーベキューや映画を楽しむ姿、仲のいい友人たちと過ごす夏の一コマを切り取ったような CM だ。同じくサントリーの商品、緑、水、の CM キャラクターも平野が担当している。加えて、 平野は2024年に入ってから、ボシュロム・アクアロックス登録商標ワンデー UV シンや、液体ムヒエス、ムヒアルファ e x シリーズといった以前からおなじみの CM も含め、合計6社の CM に出演。個人、グループでの出演を合わせて、CM でナンバーアンダーバーアイの姿を見る機会も増えてきた。そもそも CM は商品やサービスの売り上げ、 認知度を高めるための施策であり、効果が見込める人物を企業は採用する傾向にあるだろう。実際、平野が出演した CM オンエア開始前後の、緑、水、の出荷数は前年比約2.5倍と報じられていた、1。神宮寺も騎士も、それぞれ雑誌、GQ ジャパン、2023年12月号特別版、コンデナストジャパン、25アンス。 2024年4月号特別版、株式会社ハースト婦人画報社、ハーパーズ・バザー、2024年10月号特別版、ハースト婦人画報社、で単独表紙を飾ることが発表されると、たちまち SNS 上で喜びの声があふれ、予約が殺到するなど、各々が数字を持っていることは明らか。CM 出演が決まるたびに話題になるのは、体制が注目していること。 商品の売り上げが伸びるのは彼らを応援している人が多くいる証拠だ。ナンバーアンダーバーアイ怒涛の CM の理由は、自然体にあり。そして、ビアボールにしてもマクドナルドにしても、CM からは3人の自然体な魅力が伝わってくる。もちろん CM なのでセリフは用意されているが、その会話は3人が普段から繰り広げていそうなものばかり。 彼らの元に近い姿が CM で映し出されているように思うのだ。キラキラとした笑顔を見せる3人につられて笑みがこぼれ、商品自体にも明るいイメージを持つ人も多いのではないだろうか。現状、グループでのテレビ番組出演は音楽番組がメインとなっている。一方で、先日平野はバラエティ特番、3ピープルはミニット、日本テレビ系、にて、 高得点が出るたびに、よしと一緒に喜んだり、参加者のパフォーマンスについてユーモアを交えて的確にコメントしたりと、自らも楽しみながら番組 MC という大役をこなしていた。音楽番組ではキレキレのパフォーマンスで魅了させ、それ以外では親しみやすいキャラクターを見せてくれる。そうすることで、飾らない人柄とスター性を兼ね備えたナンンバーアンダーバーア i の魅力が、 お茶の間に広まっているように感じる CM を含めこうした彼らの自然体な姿をこれからもたっぷり届けてほしい